うございます。今日は2022年4月の25日月曜日の朝です。アクミナータとマキシモービッチが咲いたことを今説明したのですが、ちょっと今回特別にちょっと新しい品種を作ってみたいと考えました。その目的ですけれども、アクミナータというのは球根が大きくないと育たない、しかも病気がちでなかなか毎年咲かなかったりします。でその原因はやっぱり球根が大きくなるのに時間がかかる、球根がこう病気になりやすいとか、そういうことがありますので、そのアクミナータの花粉をマキシモービッチにつけると、マキシモビッチで、種を作ってそれを球根にすると、背丈は低いんですけれども、アクミナータみたいな花が咲くんじゃないかということで、ちょっと試しにこちらの花粉もちょっともらって、一つもらって、これ各花粉を一つもらいます。それをマキシモービッチのこの球根につけます。ここにつけます。いっぱいこう花粉をつけます。そして、こっちのマキシモービッチのこの花粉をもう自家受粉しないように取ってしまいます。でここにアクミナータの花粉がありますが、これを落ちましたね、ちょっと落ちたので、これをもっぺんまんべんなくここにつけます。ここにつけます。実を言うと、もう一つ乗ってきてるんで、これをつけます。こうすることでここで種を作って、4、5年すると新しいマキシモービッチぐらいの小さなピーナッツぐらいの球根なんだけど、アクミナータみたいな、マキシモビッチとこう足して2で割ったようなちょっと変わった球根、花が咲くんじゃないか、まあ、そんなことをちょっと考えてみました。まあ種から球根、そして開花までにはすごい時間かかるかもしれませんが、ちょっと試しに、まあダメ元でちょっと今回やってみたいと思います。以上です。